なぜそんなに時計を気になさってるんですか？ああ、これはですね、キラだから。ヒューっとやってひょいったよ。ヒューひょい、わかんない？センスね。なんだ、やっぱゴールゼルじゃん。私こういうの見るとめっちゃカエル化出んねんな。黙れよブスドブイボブスデブガエル。出てきたキャラの合わせた顔が自分らしい。えベルンベルンですやん。俺ベルンベルンブ。おい、もしかして喧嘩られてますか？ワンチャンこれ喧嘩られて。どこが野獣、どこもかしこも野獣ではないだろう。どう考えてもおかしいだろ、アースラも。なんと体験的にマジで絶対細いでしょうがよ。おい、喧嘩売ってますよね。確実にこれはね、喧嘩売られ、ちょっとに、マジでちょっと似てるんよな。なんか寄せたら、は？このモノマネやってほしいんかな？やってほしいのは、え、嘘？いや、白なまたたはやばいって。マジで、もう、むちゃくちゃやん。人間じゃないやん。もう頼みますわ、最後の。もういいです。僕は人間じゃありません。これマジでやばいんで、本当に、もう見るとき自己責任でお願いします。本当に気持ち悪いです。スパイダーマンになれるエフェクトなんですけど、本当に気持ち悪いです。うん、見てください、これもう。うわー、いきますよ。うわー、気持ち悪い。ええー、かわいいっすね、この猫。はい。生後6ヶ月ですね。あ、そうなんすか？ええー。じゃあ、これ 500g お願いします。あ、肉として売ってないですよ。怖い。Cause you've got that one thing.Get out, get out, get out of my head.I'm falling to my arms instead. 夏祭りで男子のこの髪型どうですか？男性。体育祭でこんな髪型の男子はどうですか？ハッピーステゴマッチョスクワンツーチで餃子食べて立ち止まって考える。いつもヘラヘラしてる人はただの頭おかしい人、よく笑う人はマジでサイコパス、よく大丈夫という人はバイト先でめっちゃ使える人、よく強がる、よく我慢する人は先輩に松岡修造がいる人。ストローを差ししてもよろしいでしょうか？あ、お願いします。
え、舐めた？お待たせしました。 今ストロー舐めた。顔やめてもらっていいですか？すいません。はい、じゃあ宿題は？燃やしました。マジか。まあ仕方ないな。お前は？捨てました。しょうがないな、宿題はやりたくないもんな。お前は？食べました。そっか、まあごま油に合うもんな。で、お前は？やったんですけど、粉々にしました。全滅だね。うん、すごいね、ここまで来ると。何してんの？え、国家で TikTok 撮ってんの？国家？何その動き？え、知らない？最近あのミノミって人がさ、考えた振り付け。田中が昨日の放課後、ふざけてこの教室の窓ガラスを割った。だが悪いのは田中だけじゃない。その場で一緒にふざけていた佐藤と吉田にも責任がある。三人とも一週間校庭の草むしりだ。はい。そして田中のミスはクラスのリーダーである学級委員の責任でもある。連帯責任で学級委員の二人も校庭の草むしりだ。二人ともごめん。そして田中のミスは田中の所属してる4班の責任でもある。連帯責任で4班全員校庭の草むしりだ。連帯させすぎじゃないですか。その場にいたやつまでにしません？そして田中のミスは同じ列の1号車の責任。1号車？1号車全員校庭の草むしりだ。あんま列で連帯責任とかないですよ。班と列行くくらいならクラス全員とかにしません？そして田中のミスは田中の所属するテニス部の責任。部活もですか？テニス部全員校庭の草むしりだ。ついにクラス外の人間にまで被害が。そして田中のミスは田中の彼女の責任。彼女も校庭の草むしりだ。他校の彼女なんですけど、彼女二駅離れた女子校の生徒なんですけど。そして田中のミスは田中の家族の責任。家族？田中家全員校庭の草むしりだ。大人も草むしりですか？親までも？二親等までだ。祖父母まで？ねえ、山田って私のこと好きなの？好きです。バレたか。なだかし、お前死ぬなよ。死にますん。どっちだよ。おいおい、照れんなよ。俺の顔好きだろ。あなたの犬にしてください。お願いします。クロミちゃん、メだよ。なにが、クロミちゃん、メだよ、だよ。子供の頃はいじめられました。まあ、全員殺しましたけどね。